はようございます。モークさん、おはようございます。おはようございます。マリちゃん、ハレリア、おはようございます。今日はちょっと場所が違うのです。ちょっと、ですね、電波が悪いかもしれませんが、まあ、ちょっと様子見てみましょう。リボンさん、トモさん、大石さん、アレリア、おはようございます。今日はですね、セミが鳴いてるんですね。なんと、セミ放送になりますね。セミ放送、太陽さん、おはようございます。そのセミが鳴いてます。まあ、夏だから当然といえば当然なんです。ハンナさん、おはようございます。ズニャンさん、ラフィールさん、おはようございます。ちょっと電波が弱い感じがしますね。場所は本当に、なかなか、こうというね、電波が大丈夫というところはなかなか少ないんですね。ヒコさん、おはようございます。キツネさん、ネムイヌさん、ユービさん、おはようございます。はい、ここはですね、なんて名付けましたでしょうかね。ここはえっ、ー、と屋根の公園、屋根の公園にした、ちょっと忘れましたけど、いろいろ名付けました。モークさん、こちらの地域でもセミが鳴き始めました。夏ですね。そうですね、今日はでもね、ちょっと涼しいですね。涼しい。のび太さん、おはようございます。今日涼しいですね。それではですね、今日のタイトルいきましょう。今日のタイトル、政治公約は本当の解決かということですね。政治公約は本当の解決か。おととい選挙がありました。そして、まあ、選挙の時は一応ですね、まあ、選挙候補といっていろいろ公約を見ますよね。サミヤさん、おはようございます。でいろいろ読むんですが、でも私ちょっと、思ったことがあります。公約でね、こうした方がいい、ああした方がいい、いろいろ書いてありますが、本当に根本的な問題、本当に根本的な解決を言ってるところはないと思うんですね。で、この放送では、この社会の根本的な問題は人間の罪だという、その罪が、罪のゆえにいろんな問題があるということを、伝えています。そして唯一の解決、唯一の解決がイエス様だと、イエス様こそ唯一の答え、解決だということも伝えています。で、そのことをですね、世の中は知らないです。ですから、政党や政治家がですね、まあ、消費税をこうしよう、憲法をこうしよう、その原発をこうしよう、もちろん私はですね、この間まあ、放送したように、私の、まあ、なんて言うんでしょうかね、私のポリシー、私のポリシーも話をしました。でもそのポリシー、公約がですね、社会を少しは良くするでしょう。ポリシーが社会を良くすると思いますけれども、でも根本的な社会の問題、例えばですね、精神的な病気が増えている、そしてまたアル中や、また、ギャンブル依存がある、家庭崩壊がある、いじめがある、パワハラがある、そういうことがですね、社会
番の問題ではないでしょうか。納豆さん、おはようございます。セミがうるさい。今日はセミ放送ですか。夏が来たということでセミ放送ですから、まあ、セミの鳴き声を聞いてください。それでですね、そうです。ですから、なぜ政党とか政治家はその根本的な問題を言わないんでしょうか。精神的な病気のこと、ギャンブル依存のこと、アル中のことを言わないんでしょうか。それは彼らに答えがないからですね。答えがないことに関してはあまり言わないし、また自分たちの、ね、まあ、投票、票を得るためにはですね、まあ、票が得られるようなことしか言わないのではないでしょうか。根本的な社会の問題、根本的な社会の問題は何なのか、もちろん政治家はそのことを知らないわけですね。本当に根本的な問題、社会、人間、人類の根本的な問題は何なのか。もし政治が良くても経済が良くても、もし精神的な病気が増えたり、自殺が増えたり、アル中が増えたり、まあ、いじめが増えたり、パワハラが増えたらですね、意味がないと思いませんか。どんなに経済が良くなっても、失業率が、ね、低くなっても、どんなにですね、その社会問題が良くなっても、パワハラが増えて、いじめが増えて、家庭崩壊が増えて、そして精神的な病気が増えたら、それはもう社会が成り立たないと思いませんか。ルルさん、おはようございます。セミがうるさくて声が聞こえない。本当セミがうるさくて私の声聞こえないですか。ここはどこ行ってもセミが鳴ってるでしょうね。すいません、セミの聞こえない場所ないと思います。ごめんなさいね。まあ、そういうわけで皆さん、その政治公約、政治の公約がですね、本当の解決にならないということはなんとなく皆さん分かってきましたよね。つまり政治家にはね、政治家には問題も分かってないし、答えも分かってないということです。しかし皆さんは社会の問題、個人の問題、家庭の問題の根本的な問題は、罪の問題であるということは、皆さんは知っています。そして解決はイエス様であり、また神の愛だということを皆さんは知っています。皆さんはある意味では政治家よりも、見抜いているわけですね。政治家よりも皆さんの方が、政治家より皆さんの方が、ね、社会の問題の解決の、解決を持っているということです。アイポさん、おはようございます。そういうわけで私たちは、問題と解決を知っているならば、問題と解決を知っているならば、あとは実行するだけですね。私たちはその、解決を実際に適用する必要があります。しかしまだ、クリスチャンは少人数で、ね、少人数でまだその見えるような形にはなっていないかもしれません。でも皆さん、少人数でも、クリスチャンは少人数でも、イエス様の力は強いのです。ですから少人数でも、パワフルだと思います。なぜならば私たちの祈りが聞かれるからですね。私たちの祈りが聞かれるから、大多数ならばもっともちろん素晴らしいです。クリスチャンが大多数ならもっと素晴らしいですが、少数でもですね、小さな祈りでも、小さな祈りでもイエス様が
その祈りを聞いてくだされば、大きなことができます。ですから皆さん、心配いりません、心配いりません。私たちが御心を祈ればいいのです。御心を祈って、良いことを祈っていけばいいのです。良いことを祈っていけば、素晴らしいことが起きるのです。ですから皆さん、大事なことは一人でも二人でもイエス・キリストに会って正しく歩み、イエス・キリストに会って、熱心に祈っていけばいいのです。そういうわけで皆さん、私たちは本当に大事なことは何なのか、本当に大事なことが何かということを学んでいます。ゆうびさん、昨日私が出かけるときに雨を止ませてとイエス様に言ったら本当に止んだ。素晴らしい。ゆうびさんはイエス様の力を体験しました、ね、イエス様の力を体験しました。偶然ではないですね。偶然ではありません。もうかさん、日本のクリスチャン人口が爆発的に増えるよう祈ります。アメン。そうです、そうです。大事なことは祈ることです、ね、祈ることです。祈ることが大事です。今年の夏祭り配信はいつですか。一応ですね、夏祭りは今週の金土とあります。金土とありますが、今のところ配信は予定してないんですね。なぜかというとですね、多分この道路でやるしかないですからね。駐車場がないですから、まあ、道路でやったらちょっと怒られてしまう可能性がありますね。つまり、まあ、人が移ってしまうということでね。今度そちらの教会行ってもいいですか。どうぞ来てください、ね。日曜日10時半日曜日10時半に礼拝してますから、皆さん礼拝に出てみたい方ね、ちゃんとあれですよ、信仰を持って来なければダメですよ。イエス様を本当に感謝して、イエス様に感謝したい、イエス様から学びたいという人はぜひ礼拝に来てください。ゆうびさん、土砂降りだったのにいきなり止んで日まで差してきてびっくりした。ゆうびさん、本当にそういうことあるんですよ。本当にそういうことがあります。それは偶然じゃないんです。偶然じゃないんです。ちゃんとイエス様にお礼言った。素晴らしい。そのお礼が大事ですね。祈りが聞かれてですね、感謝しないことがあるんですけど、それはダメですよね。もしですね、祈りが叶えられたら、やはりお礼を感謝する必要がありますよね。彦さん、自殺者が減ってきているのは、イエス様のおかげでしょうか。そうですよ、そうです。すべてイエス様のおかげです。すべてイエス様のおかげです。二階さん、感謝しないとイエス様は怒るんですか。まあ怒らないかもしれないけど、嬉しくはないでしょうね。誰でもですね、好意を、ね、感謝されたら嬉しいじゃないですかね。日曜礼拝で飲んでるものは何ですか。ブドウジュースですね。ブドウジュースです。赤福さん、クリスチャンです。最近名古屋から引っ越してきて教会探してます。じゃあぜひ来てくださいね。大歓迎ですね。大歓迎です。ぼっちさん、誰でも受け入れるって前は言ってた。もちろん誰でも受け入れますよ。誰でも受け入れますけど、でも、礼拝に来るというのはね、やはり礼拝する目的を知ってほしいですね。その、やはり正しい理由が必要です。はい、赤福さん。はい、そういうわけで、
朝宮さんおはようございます。そういうわけでですね、私たちはその、政治家の動機はですね、政治家の動機は信仰でもないし、神の愛でもありませんよね。ですからやはり動機が大事です。人間の動機は2つしかありませんね。人間の動機は欲か神の愛か、欲か神の愛か、どっちかしかありません。つまり信仰がなければ動機は欲です、ね、動機は欲です。しかし、動機が欲というのはよくありません。結局のとこ自己愛であり、結局のとこお金です、ね、私たちは、動機が大事ですね。ヤギさん、スマホ5台ともファーウェイ使ってるんですか？そうなんです。ファーウェイ使ってるんです。どうしましょう。赤福さん、聖書には真実を語る者は迫害を受けるとあります。本当ですね。そうですよ。伝道すると迫害を受けるんです。伝道すると迫害を受けます。でも私の迫害は主に悪コメですね、悪コメが迫害ですが、ただまあそうですね、今のところそんな大きな迫害はありません、大きな迫害ありません。まあ、13年間、大体13年間続けられました。いろいろありましたけど、神様の守りによって、神様の守りで、伝道することができました。負けないでください。応援します。ありがとうございます。ありがとうございます。悪コメをする人を伝道することがキュウちゃんの仕事ではないでしょうか。そうですよ、悪コメする人に伝道することが仕事です。その通りです。ゆうさんおはようございます。もうかさん、私は川の水があまりにも少なく雨が降ってなかったので、雨を降らせてくださいとイエス様、天のお父様、聖霊様に祈り捧げたら雨が降り大地が潤い、感謝してます。偶然ではないと信じます。素晴らしいですね。祈ったら雨が降った。素晴らしい。ガデムさん、おはようございます。そういうわけで、皆さん、大事なことを知る必要があります。人間にとって何が大事なのか、社会にとって何が大事なのか、その大事なことをまず知る必要があります。あらゆる問題を解決するにはどうしたらいいのか、何が原因でいろんな問題が起きるのか、皆さん大体わかりますよね。神の愛がなかったらもう問題が起きるんだということですね。人を許さなかったら問題が起きるし、悪い言葉を言ったら問題が起きるし、悪意を持ったら問題が起きるんです。問題は人間の心だということですね。人間の心に憎しみがあったらもう問題が起きます。怒りがあったらね、京アニのね、京都アニメの事件もその犯人に、まあ、憎しみとか怒りがあったわけでしょ。あの犯人がもしですね、怒りとか憎しみがなかったらあの事件が起きなかったわけです。パレスチナ問題もですね、アラブ人の人たちがユダヤ人に対して、憎しみがあるんですね。日韓問題もそうです。日韓問題も憎しみがあり怒りがあるから喧嘩するわけです。だからどんな問題も、憎しみや怒りを捨てお互いに許し合って、
悪いことは言わなければ解決するけれども、まだ日韓の指導者にはそれが分かっていません。世界の国々の多くの指導者はまだその答えを知らないんですよ、皆さん、ね、ぜひ皆さんは知っているんです。皆さんは、社会問題、個人問題の原因と答えを知っているんです。ですからぜひ皆さん、それを実行しましょう。リュビさん、その殺意が問題なんですね。その殺意が問題を起こすんです。その悪意がですね、原因なんです。それが社会を悪くする原因、個人の問題、家庭問題、あらゆる問題、だいたいパワハラする上司というのは、憎しみがあったり怒りがあったり、ね、悪意があったりします、ね、そういうパワハラの原因も同じことだということですね。いじめの原因も同じです。皆さんは知ってるんです。皆さん喜んでください。皆さんはそういう社会問題、社会問題、そして個人問題、家庭問題の原因を知っているということです。春樹さん、逆ですよ、逆です、ね、根本的な問題を、根本的な問題だということです。罪の問題、霊的戦いが根本的な問題で、それを解決しないと大事件が起きるんです。皆さん分かりますよね。つまり全ての問題は霊的な問題だということですね。霊的な問題、その霊的な問題を解決すると現実が変わるんです。ですから多くの人はその霊的な問題を知らない、霊的戦いを知らない、悪魔に負けちゃってる、悪魔に負けちゃってる、霊的な問題を知らない。しかし皆さんは霊的な問題を知っています。霊的な問題を解決することが大事です。そしてリビさん、放送終わるまで待ってください。放送終わってから他のことしてください。キューちゃんは本社配信したことある？1回だけあります。池袋で1回あります。皆さんぜひ分かってください。霊的な問題を解決してこそ、霊的な問題を解決してこそ、いろいろな良いことが起きてくるんです。ハルキさん、サタンのせいにするということではないんです。人間の罪が原因です、ね。人間の罪が原因ですが、ただ霊的なことを知らなければ、勝てないということですね。霊的な問題。皆さんが霊的な問題で悪魔に勝利して初めて、いろんな問題が解決するんです。明石タイム行きましょう。イエス様を信じて、本当に問題なのは、社会の問題は罪なんだ。社会の問題は罪で、本当の問題は神の愛がないことが問題なんだ。憎しみや怒りや敵、そういうものが社会を悪くするんだ。そういうものが家庭を崩壊し、精神的な病気にもなりし、またいろんな依存症になる。根本的な問題が分かった証。イエス様を信じて、根本的な問題と根本的な解決が分かった証、スタート。
はい、証しが、証しがない。ジュデロンさん、憲法9条は変えない方がいいと思いますか？はい、変えない方がいいと思います。マニちゃんさん、牧師よかったね、信頼してくれてるね、アメン。韓日問題の早期解決をイエス様に祈りました。ありがとうございます。オチさん、氏神様の例祭でたこ焼きと焼きそばを食べたらお腹を壊したのはサタンなの、霊的なことがあると思いますよ。霊的なこと、エルテル教会は玉置駅からですね、8分ぐらいです。8分ぐらい歩いて、8分、南口を右に曲がって一直線ですね。ホームページに、住所と地図と電話番号があります。モーカさん、社会問題は神の愛が足りないからだと分かってきました。根本的な解決をするにはイエス様が絶対に必要であることが分かりました。自分のうちにイエス様を呼ぶことが大切です。はい、モーカさんは、真理を知りました。モーカさんは人生の、答えを、解決を知りました。一番大事なことをモーカさんは知ったんです。そして他の方々も知ったんですね、人生の正解を知ったんです。人生の答えを知ったんです。ぜひそれをもっともっと強く悟りましょう。強く確信しましょう、ね、もう本当にはっきりと理解する必要があります。曖昧ではダメですね。曖昧だと、そうかなぐらいじゃダメですよ皆さんね、一応そうだということは分かってるじゃダメなんです。皆さん、真理っていうのはね、皆さん、真理っていうのは深く理解しなきゃダメです。あの、数学もそうでしょ。数学もはっきり分からないとなかなか、答えが出せないですよね。皆さん、一番大事なことですから、その一番大事なことをはっきりと理解する、それが大事です。朝晩放送している理由はですね、皆さんの信仰がはっきりすることです。皆さんの信仰が確信することです。真理をはっきり理解して、そして実行で、まあ理解しないとね、理解しないとなかなか実行ってできないんですね。まあその曖昧だと伝道なんかなかなかできないじゃないですか。そうは思うけどみたいにね、本当に命がけで伝道するためにはものすごい強い確信が必要です。ですから皆さんがその、強い確信を持って命がけで伝道して命がけで歩んでほしいんです。自分の人生を、ね、イエス様にかけてほしいのです。はるきさん、良いことは神のおかげ、災難はサタンのせい、なら人間のアイデンティティはどこにあるのですか。ハルクさん、それが信仰ですよ。それが信仰、つまりイエス様に従うかサタンに従うかということですね。多くの人はサタンに従っちゃってるよということです。サタンに従わないでイエス様に従うならば、良いことがどん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 起きてくるということですね。ポチさん、好きな人と手をつなぐのは不貧困、まあ恋愛っていう形だと良くないですね。挨拶とかね、家族が手を握るとか、そんなら全然問題ないですよ。聖書は不貧困を禁じてます。ですから、その動機ですよね。握手とかそんなったら問題ないです。人を励ますとかね、人を慰めるためにそういうことをするならば、場合によってはあり得るでしょう。でも、恋人同士という感じで
手をつなぐことは良くないでしょう。ゆうさん、許すということもどんな人も神様の愛でできると思います。アメン。命がけで伝道してるのに言うこといい加減すぎじゃない。ゆびさん、お金のためはダメですよ。お金のためにそういうことしてはいけませんね。お金のためにそういうことしてはいけません。はい、それではファイナルメッセージいきましょう。ファイナルメッセージですね。ファイナルメッセージ、ファイナルメッセージいきましょう。アルキさん、私は死刑制度反対ですね、死刑制度反対です。全ての人が、死んでほしくない、聖書にそうあるんです。私は、神様が言うんですね。私は悪者が死んでほしくない、悪者は死んでほしくないと神様がおっしゃってるんです。ですから私たちはどんな人も死んでほしくないと、思うべきです。つまり多くの人は悪い人を憎むでしょう。聖書では悪い人を憎んじゃいけない、悪い人を憎んじゃいけないと言ってます。ゆうゆうさん、自分以外に死刑制度反対の人初めて会った、ちょっと嬉しい。よかったですね。ジュビさん、イエス様冤罪なら訴えなきゃダメ。イエス様には罪が全くないんですね。イエス様は、罪が全くありません。そのイエス様は私たちの代わりに死んでくれました。イエス様は自分から命を捨てたんです。ハルキさんね、それが人間の罪なんですね。ハルキさん、ぜひ理解してください。その犯人を憎むことが罪なんです。そのためにイエス様は十字架にかかったんですね。ですから、ハルキさん、ぜひ理解してください。人間の罪というものを理解してください。その罪が社会を悪くし、その罪が家庭を悪くし、その罪が個人を悪くするんです。ジュデロンさん、日本政府は今すぐ輸出管理を元に戻すべきでしょうか。私はそう思いますね。私は、韓国と平和を作るべきだと思います。それは日本のためでもあります。日本のためだけじゃないですが、日本のためにも、韓国と平和を作るべきです。ユウさん、犯人を憎んでも何も変わりません。そうです、犯人を憎むということは、悪霊が働きます。皆さん、昨日もちょっと言ったかもしれません。悪意とか敵意とか罪にですね、悪魔悪霊が働くんですね。悪魔悪霊が働く、つまり社会の問題は人間の罪によって悪魔悪霊が働いて社会が悪くなっているということ、それが真理です。ですから私たちは、敵意を捨てて神の愛で生きる。神の愛で生きるならば、そこは神様が働くんですね。神様が働くならば、社会が良くなるんです。はい、パイミーさん、おはようございます。私たちは、神様が働くように、聖霊様が働くように
することによって、うまくいくのです。多くの人は知らず知らず、知らず知らずですね、悪魔悪霊が働くようなことをしているんです。悪魔悪霊が働くからいろんな悪いことが起きるんです。劉備さん、それが罪なんですね。それが罪なんです。その罪が分かってほしいんです。春樹さん、罰するのは人間が罰しちゃいけないんです。神様が罰するんですね。神様が罰するんであって、人間が罰するから、人間が復讐するから余計に問題が大きくなるんです。はい、じゃあ招きをしましょう。今日の放送を聞いて、本当に大事なことが分かった。本当に社会を良くするのは政治的な公約の中にはない。本当に社会を良くするのは、罪を解決するためにイエス様の力が必要なんだ。罪を犯して悪魔悪霊が働くならば社会は良くならない。イエス様を信じて神の愛で歩むなら、神の愛で生きるなら、イエス様が働いて、素晴らしいことが起きる、良いことが起きる。そのことが分かった。そうだったんだ。今までは知らず知らず悪魔悪霊が働くような生き方をしていた。これからはそれを悔い改めて、敵意を捨て、悪意を捨て、これからは神の愛で生きよう。春樹さん、劉備さん聞いてくださいよ。ぼっちさん聞いてください。これからは悪意敵意を捨てて神の愛で生きよう。もう悪魔悪霊を働かせない。聖霊様だけが働く。ような良い心で、イエス様の教えを実行するような生き方をしたい。そのように思う方、アメン。本当の解決を知ったので、本当の解決をしたい方、アメン。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 あ、劉備さん、アメンって。春樹さんもアメンって言ってますか？春樹さん、アメンって言ってる？はい、じゃあ、敵悪捨てますね。春樹さん、劉備さん、敵を捨てますか？天のお父様、感謝します。私たちは以前は悪魔悪霊が働くような罪を犯し、悪魔悪霊が働くような敵を持ち、憎しみを持ってました。でもイエス様、私たちを清めてください。許します。敵を許し、憎んでる人を許し、怒りを捨てます。私たちの心を清めてください。あなたの愛をください。あなたの愛で悪魔悪霊が働くような生き方ではなく、イエス様が働いてくれる、聖霊様が働いてくれる、そのような人生を歩みます。今アーメンと言った方々が、そのように悪魔に打ち勝つ光となりますように、世の光となりますように。どうぞイエス様、日本を憐れんでください。悪魔悪霊が人々を食い潰しています。悪魔悪霊が人々を苦しめて、人々を、絶望にさせています。イエス様、助けてください。イエス様、どうぞ、日本に、光を当ててください。光を当てて多くの人が真理を知ることができますよ。政治家も知りません。当選した政治家も政府も本当の問題、本当の解決を知りません。この放送を聞いている人たちは理解しました。理解したリスナーが、それをはっきりと確信して実行することができますように。
彼らが、罪から離れて神の愛で生きれるように助けてください。あなたが助けてください、彼らは真理をはっきり理解しました。その真理の内を歩むことができますように。そして、リスナーが世の光としてもっとたくさんの人がイエス様のもとに来ますように。今日の放送を感謝します。今日の放送を感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。いよいよ明日からですね、まあ、雨、梅雨が終わるかもしれません、明日から暑くなるかもしれません。今日は涼しくていいですね。この涼しい夏は今日最後かもしれません、まあ、仕方ありません、夏、暑い夏を、まあ、楽しみましょう。すべてのことを喜びましょう。すべてのことを楽しみましょう。神様が働いてくれます。皆さんの信仰、皆さんの祈りでイエス様が働いてくれます。イエス様が働いてくれます。喜びましょう、喜びましょう。それじゃあまた夜7時にお会いしましょう。シャローム、シャローム。良い一日を、良い一日を。シャローム、シャローム。